ビレジェンド上野です。今日は実は東京に来ておりまして、ちょっといつもお世話になっている選手の皆さんにインタビューを取れるという機会がございましたので、ちょっとジムの一室をお借りして撮影をさせてもらってます。で、まず自己紹介いただいてもいいですか。JBBF のボディビルドフィジークに出ている東正治と言います。東さんって呼んだ方がいいのか、こんがりさんって呼んだ方がいいのか。もう東の方がありがたいです。大丈夫です。はい、かしこまりました。で、東さんはボディービルとフィジーク。はい。で、あれですよね。最初にお会いしたのが去年のスポルテックのお手伝いいただいたので、そうですね。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。4月の9日です。はい。お願いいたします。そうか、ボディ、で、おいくつなんでしたっけ？今20歳ですね。若いですね。若くてでもね、若いし、でかいし。いや、そう。いやいや、身長どれぐらいですか？身長182センチです。182? 大きいな、そうか。で、筋トレ歴でいうとどれくらいなんですか？腕立てとか、その、もともとダイエット目的で始めた頃から考えると、7年ぐらいになりますかね。7年。結構長い方だとは思います、ね。それって、最初からボディービルダーに憧れてではなかったんですよね。なかったですね。最初は、もともと中学時代剣道やってたんですけど、はい、その時結構太ってまして、うん、で、痩せたら体の動きが良くなるんじゃないかって先輩に言われて、ダイエット目的で筋トレが始めたのが最初です。あー、なるほど。で、ボディービルを意識し始めたのどれくらいですか？トレーニングして半年ぐらいですかね。その時に YouTube で、ロニー・コールマンの100ポンド200ポンドのダンベルプレス見て、人間こんなになれるんだと思って、それがきっかけで、まず増量しようと。やっぱりロニー・コールマンのあの動画はみんな撮ってますそうですね。あれね。あれは見ちゃいますよね。そうですね。はい、あんなに感じでこう、ダンって落とした日には、今だとスタッフ飛んでくるのね。ゴールドジムもダメですよね。絶対ダメですね。そうか。で、ちょっと今回こういう動画で、先ほど私東京着いて、結構、東さんにお会いするの久しぶりなんですけど、何がドキドキするって、今年大会、出る大会が被るの。被っちゃう。で、背格好も割と近いので、同じ階級で当たるであろうというところで、ちょっと今日はバチバチで行こうかなと思うんですけど。ついさっき知ってビビりました。いや、そうですね。もう。で、一緒に出る大会が8月11日とかでしたっけ？はい、名古屋開催。名古屋の、日本クラシック。はい。我々、出ます。出ます。出ます。で、そこで、去年のクラシックが札幌で出場数3人とかだったんですよね。そうですね。180センチ超級は3人でしたね。ですよね。で、180センチ超級は、ひょっとしたら、選手層が薄くて、はい、ちょっと棚ぼたあるかなと思って、ワンチャンあるかなそうと思って、ここで、あ、君もか、みたいな、そういうことになってですね。なので、ちょっと今回は YouTube 撮影と言いながらも、もう、敵情視察というか。腹の探り合いですね。そうですね。ここからちょっと、うまいこと絡めればちょっとわからないですけど。で、トレーニング、ちょっともう、早速もう切り込んでますけど、トレーニングのそのサイクルというか、分割とかも教えていただいてもいいですか？あ、今、単純に5分割で、はい、足、胸、背中、肩、腕の、とってもシンプルな5分割です。ああ、1回のトレーニング時間とセット数でいうとどのくらいですか？どこも足は2時間ぐらいで。あ、結構ですね。はい。それ以外も1時間。まあ、かからない時もありますね。あ、そうですか。足はやっぱ2時間かけて、それくらいのボリュームをこなす感じですか？インターバルが長いっていうのが一番ですね。まあ、合計で20セットぐらい。死闘とハムとカーブ、すべて合わせて20セットぐらい。ああ、なるほど。そうか、そうか。じゃあ全身で審査員にここ見てほしい、ここ評価してほしいっていう得意な部位というか、強い武器としてはどうですか？大胸筋と三頭筋ですね。ああ、確かにでかいっすもんね。なんかちょっとピクッとさせたらなんかいやらしいですアピールしていて。で、その辺のメニューでいうと、まあ、例えば大胸筋を取ってみると、メインの種目になってくる、特に重要視している種目でいうと、何になるんですか？基本的にはベンチプレスから入ることがやっぱり多くて、で、次に重要視しているのがインクラインのダンベルフライですかね。はいはい。結構じゃあもうオーソドックスな
そうですね、もう正直今ゴールドジム通ってるんですけど、あの全然ホームジムでもこと足りるような。そうかそうか。そうだと、あと3等、はい、3等だとまあ腕の日に入るんですよね。そうですね。そこでやっぱり中心に置いてる証拠なんですか。中心、ケーブルのロープのプレスダウンですね。ああ、はい、そうか。なんかその日橋さんの体をこう、まあ、大会の様子とか見てる中で、やっぱりそのプロポーションがめちゃめちゃウエスト細くて背中広がるし肩もあるしっていうところだったので、そういうところがひょっとしたら強みなのかなと思ったんですけど、だからその辺はやっぱり意識的にそこを広げるようなプロポーションを良くするようなっていう意識でトレーニングをされてる感じですか。あんまり意識はしてないんですけど、自分ちょっと背中のトレーニングでデッドリフトがちょっと骨格的にきついっていうのがあって、はいはい、あの一回高校の頃にデッドリフトで腰痛めた時レントゲン撮ってもらったら、あの肋骨の最後の1本このくらい出てるものが、はい、このくらいしか出てない。おだから腰に負担がかかりやすい体してるよって言われて、でどちらかというと厚みをつけるよりも広がりをつけようっていうことを意識し始めて、なるほど、はい、そこはアウトラインが良くなった原因かなと。なんかその辺が結構そのフィジークと二刀流で活躍できてるその背景なのかなって思いますよね。それで言うと、あのどっちですか、ボディービルダーと言われるのがいいのか、フィジーカーって言われるのがいいのか、どっちですか。ボディービルですね。あ、そう。ボディービルですね。これ、いつぐらいまでこう平行で行く予定とか決まってるんですか。あんまり考えてないんですけど、やっぱり今自分がフィジークに出られてるっていうのは、やっぱまだまだボディービル的に見て体が出来上がってないっていうのが大きいところだと思います。あ、はい、なるほど。はい、そう、まだその、ジュニアっていう小さなカテゴリーの中で見たらそれなりに大きい方かもしれないですけど、やっぱ一般の全日本クラスの方々とかと体を比較していくと、まあ全然バルクが足りていないので。ああ、そういうことか、はい、じゃあまあ一つその、まあ、区切りがあるとするならば、フィジークにしちゃもうちょっとデカすぎるようなね、こう評価が来た際にはもうじゃあ絞ってっていう感じですかね。いやでもこれ結構ね、あの贅沢な話なんですよ。あのボディービル、フィジーク両方できるってなかなかやっぱりね。でもそのやっぱりそのフィジークが向くか素質とボディービルが向く素質って全然違うような感じがする中、それで今両方とも結果を残されて、去年の結果でいうとそれぞれどの辺までしたっけ。日本ジュニアボディービルの方が10位とかで。そうですか。でも10位に残ったんですね。はい、そうか。ちょっとあんまりよろしくなかった。あ、そうですか。オールジャパンジュニアフィジークの方は4位。わあ、すごいですね。あの時でしたっけ、あの最後の表彰式の時、ダブルバイ取ってた時じゃないですか。あれ、本当に一瞬しか取ってなかったです。本当に一瞬ブッて取ったところで、なぜかトレーニングマガジンにもフィジークオンラインにも取られちゃって。いや、そうですよね。あれ、こう、全部採用されてますね。いや、そうです。ちょ、言葉はあれですけど、あれやりやがったな。あれされちゃうと、ね、本当に数瞬しかやってなかったんですけど、ね、やっぱりでもその普段からボディービルされてるからこう取り慣れてるじゃないですけど、なんかそのポージングもやっぱ難しいじゃないですか、いきなりパッと取ると。そうですね。だからあれがあの瞬間でやっぱ、あ、この人ボディービル畑だなって多分印象付けられたショットなのかなと。あ、それは良かったんですけど、ちょっとフィジークの方々に別に喧嘩売ってるわけでもない。そうですよね。ちょっとそこで、あのヒヤッとしたそうですか。じゃあ逆になんですけど、まあ今得意部位の話はしてもらったんですけど、ちょっとここはもっと改善して、特にあの力を入れたいなっていう部位でどの辺ですか。足ですね。足。足。あ、はい、そうですか。特にカーフか。あ、そうか。でも足長くてね、カーフ太いってあんまりいないから、まあ、しょうがないところはあるのかな。あると思うんですけど、やっぱり太くしたいですね。あ、そうか。はい、なるほど。でその足の種目でいうとやっぱりメインはスクワットになるんですか。そうですね、スクワットがメインで、ただ最近ちょっと減量中に入ったんで怪我が怖いっていうのがあって、エクステンションとかから最初に入るようにはしてるんですけど。ああ、ちょっと温めてあげて。なるほどなるほど。カーフでいうとなんか人によって結構あるじゃないですか、なんか重たい重さ扱おうと思えば扱えちゃったりするし、逆に高回数がいいんだよみたいな話もありますし、その辺はどういうメニューでカーフは。もともと結構20レップメインとかで行ってたんですけど、はい、最近はそれがまああんまり感覚良くないのかなと思い始めて、うん、50キロとか60キロぐらいの重さで50回とか、あ、そうですか。あのレップスを伸ばしてみてどうなるのかなって、
まあ、そういうのが似てると思うんですね。なるほどね。そういう。で、その辺、やっぱり、その、まあ、どの種目もですけど、その回数のレンジで言うと、どれくらいを目指してる感じですか？普通の胸とか腕とか、はい、まあ、全体的に、まあ、部位によっても、ぜひ教えていただきたいんですけど、どうですか？大体重量を追う場合は6から12とかそのくらいになってきますかね。あ、まあ、ベンチプレスとかだと5発狙いとかそういうのも多くはなってくるんですけど。あ、そうですか。だそれ以外は結構自分ハイレップが多くて、15発から20発狙いとか結構やります。そうですか。足とかでそうなってくると結構、結構、やっぱりですね。やっぱ2時間かかるのしょうがないなって感じですよね。レッグプレスとかはまあ大体20レップメインが多くなりますか。はい、そうかそうか。いや、すごいですね。なんか、足が弱いそうですよ。足弱いです。足弱いです。そうか。じゃあこれもちょっともう、なんかミーハーな質問ばっかでちょっと恐縮なんですけど、憧れてる選手とか、こうなりたいなみたいな選手って、まあ、その国内外問わずですけど、いらっしゃったりしますか？自分がなりたいと思ってるのは、まあ、先ほどちょっと動画撮ってない間で話してたんですけど、ツイタ選手。ああ、なるほどね。ツイタさん、そう。私も実はちょっとだけ関わりが、同じ大阪ということであるんですけど、ツイタさんもひょっとしたら、日本クラシック出るかも。出てくるかもしれない。いや、そうですね。コンディション外さないですよね。すごいですね。毎年バキバキのコンディション で身長181センチあるんですけども、それをもう見劣りしない素晴らしい体ですね。なんかね、でもその出るっていう話を聞いた時にちょっとお話、これは真意のさだかじゃないですけど、はい、最近身長縮んだから180以下かもみたいな話を通じてその時はもう身長縮んでくるみたいなのがあったんですけど、そうなんですね。もう何歳かな、今で多分ね、49歳とかなのかな。そうですよね。もうその中でね、もう大ベテランですね。いや、で日本選手権の決勝にも残られたりとか、ね、2016年は12位です。めっちゃ覚えてるじゃないですか。で世界大会とかも行かれてね、すごく私も尊敬してる先輩です。そういう感じなんですよ。じゃあフィジークとかではあえてその目標にしてるとかなくて、やっぱりその辺はまあボディービルのまあ途中にあるような位置づけですか？そうですね。フィジークの方々でまあすごいなって思う方とか好きな選手っていうのはいるんですけど、まあ、竹本選手だったり湯浅選手だったり、まあ、好きな選手はいるんですけど、憧れてる自分がなりたいっていうのはあんまりないかなと。ああ、そうですか。やっぱりボディービルで自分はやっていきたいと。なるほど。あと、ちょっと今度はその栄養というか、その減量とかその飯の話も聞いていきたいんですけど、減量幅、今年はその8月11日、初戦がいつなんですか？ 8 月の11ですね。あ、それは初戦で。はい、で、減量スタートはいつからですか？減量スタートが2月の13か14ですか、ね。あ、結構じゃあ半年くらい。そうですね。毎年だいたい8ヶ月間近く減量はしてみます。幅で言うとどれくらいなんですか？今年は15、6、7くらいですかね。17キロ半年。まあ、無理はないかなってところですよね。まあ、ギリギリってところじゃないですかね。そうですか。それで言うと、まずその減量するにあたって何から取り組むんですか？こう、そのオフの時から変えるとするならば。オフの時がちょっとろくな食事をとってないので。見てますよ、なんか。はい、二郎系が。二郎のラーメンばっかり食べてます。週3から週5ペースでラーメン食べてます。はい、あれなかなかですよ。はい、まあ、そういうのを一切やめて、普通の白米とか、で鶏肉だとか牛肉だとか、まあ、オーソドックスな食事に一回戻すと。あ、今でいうリーンバルクみたいな食事にしてから減量に入るってことです。もともとその減量に関しては、その得意不得意でいうと、どういう感覚をお持ちですか？得意でも不得意でもないですかね。あ、そうですか。だからやり続けてれば、それなりに見れる体にはなるって感じなんですけど、じゃあ僕は減量が得意ですって自信持って言えるような感じじゃないです。あ、そうです。毎年なんだかんだ苦戦しながら、ただまあ、それなりに見れる体にはなるかなって。ああ、そうですか。まあさっきの辻田さんの話じゃないですけど、結構東さんもなんか、コンディションに苦労してるような感じはあんまりこう外から見て見えなかったんですけど、ね、あ、そうですか。意外とそうなんですね。去年は2回ほど予選落ちしました。あ、そうですか。
去年何試合での去年、ちっちゃなイベント回して8個くらい大会。わあ、めちゃめちゃ出ましたね。結構しんどいな、それは。あ、そうだったんですか。7月の初めと翌週に出た関東クラス別ボディビルと、あ、なるほど、はい、関東フィジークの方で見事予選落ちしました。うん、あ、いやいや。そうだったね。いや、でもそれだけちょっとね、大会重なるとね、あれですよね。やっぱどっかしらその区切りっていうかピークがないときついですよね。全部ピーク難しいですよね。はい。そうなんだ、ね。じゃあちょっと、いつもビレジェンドご愛用いただいてる。ありがとうございます。お好きな味とかも聞いてもよろしいですか。あ、ミルキーです。ありがとうございます。なんかもう、並べたのをそのまま使っていただきました。あ、よかったです。ミルキー本当美味しいですね。ありがとうございます。甘党なので。あ、そうですか。他はキャラメルコーヒーとか、抹茶とかも好きなんですけど、まあ、ダントツでやっぱり甘いので。ああ、そうですか。結構確かに今の傾向で言うとおっしゃる通り、甘め系が好きな感じですよね。一時期ベリベリベリーだとか、パッションフルーツとかにもハマってたんですけど。スッキリ系も。はい、やっぱ減量中ってなると、そうです。欲しくなりますね。ね。いや、それこそその抹茶の話出ましたけど、私も結構その、なぜ抹茶派なんですけど、抹茶もっとなんか人気出ないかなと思って。今そんなんでもないんですか？いや、他、やっぱりミルキーとか、波動拳とか、あ、美味しいですね。そう、出てるんですけど、抹茶がやっぱりね、ちょっとそれに比べたら、まあ、言ってしまうとちょっと地味じゃないですか。地味ですか？あ、ダメですか？抹茶いいじゃないですか。あ、ここでちょっと、ダメ出しが。そうですね、おっしゃる通り、その抹茶、好きなんで、もっとね、良さが伝わればかなと。オートミールとの相性は私もう一番だと思ってる。去年自分も大会前バナナと一緒に食べてました。あ、なんかその、それをなんかツイッターかなんかで拝見した、あ、東さんやってるって思い出しました。あ、そうなんですね。じゃあちょっと、一旦この動画締めたいと思うんですけど、はい、まあ、これからのその目標みたいなところ、ちょっとざっくりとなんです。まあ今年の目標だったり、ゆくゆくはどうなりたいかみたいなところもちょっと考えがありましたので、ぜひ教えていただきたいんですが、いかがですか？そうですね。自分が今20なんですけど、23歳まで日本ジュニアに出てくるので、まあ、その中でどれだけ日本ジュニアボディブレ選手権の中で順位を伸ばしていけるのかということと、オールジャパンメンズフィジークの方も23歳以下級があるので、まあ、その中でやっぱりどこまで順位を自分の体を高めて持っていけるのかってことですね。将来的な目標としては、やっぱ日本クラシック、日本クラス別、ジャパンオープン、そういった全国系の大会で活躍できたらなとは。なんかその、まあ、ジュニアの話で言うと、本当にもう、ここ5年、3年で、レベルがうなぎ上りでして、ちょっとジュニアっていうことで、今までは少しその、軽視されてた、ところはあったんですけど、もう、去年とかもやっぱり、とんでもない化け物が今実は、いる、ところなので、あのタイトルもなかなか今取れないと思うので、今、ちょうど本当に、東さんはその、もう、そこ。ピークですね、本当に。いや、ですよね。で、その、こう、優勝争いも、なんか、一角になるので、なんか、我々としてもぜひ、なんか、期待して頑張っていただきたいなっていうのもありますし、で、その、クラシックだったり、クラス別の話で言うと、もう、日本でやっぱり、今までもこう、出てきてるようで、やっぱり、まだ選手とか打つ、大型ビルダーに多分、その、そうですよね。180超えてっていうところで、で、まだまだ多分大きくなられるでしょうし、なんかその辺も含めて、なんかそのジュニアというところと大型っていうところ、二つのところで、まあ、今後が、やっぱり楽しみな選手なのかなと思ってますし、何よりその、ちょっと大型っていうところでも、私もちょっと片足突っ込んでるので、今後、背中を追って頑張ります。私、挑戦させていただきます。というわけで、こんな感じで、一旦動画締めたいと思います。もしも、東さんのツイッターのアカウントは載せて大丈夫ですか？大丈夫ですね。じゃあ、それ、下の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックのほどお願いしますというのと、まあ、もしその東さんに聞いてみたい話とかがありましたら、まあ、ツイッターで直接その聞いていただくのもいいんですが、ちょっと聞きにくいなという、聞きにくいってなんだって話なんですけど、まあ、YouTube のもし、コメントとかにいただけましたら、まあ、我々の方で、聞いてお答えできると思いますので、ぜひコメントもお願いいたします。あと、まあ、よかったなと。この動画楽しんでいただけた方は、グッドボタンをぜひお願いします。というわけで、今日は東京出張バージョンということで、東さんと、お話をさせていただきました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、さよなら。